としのぶさんちの粉。こんにちは。こちらのお店は、日本初のたこ焼きの粉専門店と、としのぶさんちの粉と言います。としのぶさんちの粉。ちの粉になります。ああ、そうですか、はい。なんかテレビでよく、さっき映ってらっしゃるみたいで、いろいろ出てるみたいなんですけども。そうなんですよ。もう、今ね、創業1年と4ヶ月なんですけど、はい、こんだけ、まだあと3社払わないといけないですけど、ね、ああ、そうなんですか。ああ、そうですか。で、メインは、たこ焼きの粉、はい。そうなんですよ。いつもね、焼いてないんですかって聞かれるのがお声が多いんですけど、はい、たこ焼きの粉だけを販売させていただいてまして、はい、もともと、としのぶさんという方が粉の開発者なんですけど、はい、20年以上前にですね、はい、たこ焼き屋さんをされていまして、はい、でこのもう共同代表なんですけど、岡田直樹という方が、はい、この粉を全国の方に広めたいと、はい、で粉は被災地とかでも、ね、すごく活躍するので、はい、そういう被災地の時に寄付できるように、でそれまでの間はこういう販売活動をさせてもらえたらなということで、今全国で、ね、160店舗以上展開もしておるの、はい、いるんですよ。インターネットでも買えたりもする。そうですね。ネタ販売もすごく好評いただいてまして。なんか木箱風に入ってるものがあったりでしたが、あれケース？ケースに入れて。そうですね。こういう化粧箱でビルドとして、ね、すごい立派な入れ物ですもんね。めちゃくちゃ出ます。そちらの今人気ナンバーワンの方が1ヶ月で200セット以上出るんですよ。これですか？はい。ちなみにこれおいくらですか？こちらで3240円ですね。でもね、やっぱりうちの粉ってすごい市販の粉よりもお水の入れる量がね4倍ぐらい入れるので、粉に対して、あ、卵ね入れなくていいとか書いてたんですよ。そうですね、はい、お水だけでいいんですか？お水だけでも十分美味しい。へぇ、はい、だからシャッパシャバなんですよ、はい、普通の粉よりも、はい、なので天かすを入れることをうちは推奨しています。あ、そうですか、うん、はぁ、天かすってたこ焼きなんで入れるかご存知ですか？いえ、知らないでしょ。私も知らなくて、はい、ちょっとケチってたんですよ。あそんな入れなかったんですけど、はい、そして全然膨らまない。入れないと。入れないと膨らまないんですよ。はい、余分な生地を水分をね、はい、吸収してくれて、たこ焼きを最大限に膨らませてくれるのが天かすの役割。へ、こちらにもありますけども、そうなんです、天かすも売ってらっしゃるって、はい、これがすごく人気 で、 あ、そうですか。たこ焼きの最高の友って書いてますね。そうですよ、これだけでもポリポリ食べれるぐらい味がしっかりついてます。へ、うん、で見てください、このソースですよね。ソース、これだけで売れます。すごいですね、はい、テレビに放送された後に、ね、ちょっと粉が品薄状態になって売り切れてたんですけど、はい、ソースだけ出てました。せっかくやけども、でもこれもいや美味しい、一押しというか、うん、何でもあるんですよ。揚げ物だったり、お子さんとかが好きな甘いフルーティーな感じになってるんですけどね。市販のソース屋さんもやっぱ頑張ってるので、市販のソースの味がしっかり、はい、出されてると思うんですけど、はい、うちの粉の味がちょっと消えてしまうので、はい、うちの粉を最大限に活かせるためにオリジナルの商品を出させてもらってます。あ、はい、でうちの粉はたこ焼きの粉なんですけど、はい、お好み焼きもチヂミも天ぷらも唐揚げもたくさんいろいろお作りいただけるので、あ、なるほど、たこ焼きだけじゃなしに。そうなんですよ、美味しい。本当に、まあ、スタッフさんが言うから間違いないなと思うんですが。それではあんだ、とりあえず買ってみて、はい、また一回焼いてみて、ね、うん、レシピとかあるんですか？そう、水の配合とかっていうのも。そうですね、粉の後ろにも記載はしているんですけども、はい、こんな感じで、ごめんなさい、じゃーん、なるほど、はい、こういう冊子もいただけるということ。そうですね、お作りしてますので、やっぱりこの通り作る方がより美味しく、うん、いただけますよね。うちの粉もその通りに作っていただいた方が美味しく焼けて
いただけると思うので。わかりました。じゃあ早速いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。これとで、せっかくなんでこれと、はい、いただきましょうか。ありがとうございます。ソースと、ね、はい、ソースがね、この1080円のものと、はい、777円なんですよ。こっちください。はい。さっきシェアされるユタハさんで。そうですね。ありがとうございます。シェアできたら。はい。ではこの2点で。はい。ありがとうございます。はい、一回切れますね。いや、で電子マネーで払いますんで。はい、こちらスキャンを押していただかないといけないですけど。わかりました。 au pay でいきますので、はい、こちらですね、スキャン、はい、こちらを読み取っていただいて、で、おいくらですか。はい、3240円になります。はい、ありがとうございます。スワイプしてください。支払い完了。お、になってますか。はい、なりました。ありがとうございます。確認取れました。はい、ありがとうございます。見てるんですけども、はい、としのぶさんは、はい、粉の開発者であり、としのぶさんちの粉の経営者でもあるんですけど、はい、このお店建てたのとしのぶさんなんです。はあ、建築業もされてるので、ああ、はい、そうなんですよ。たくさん、そしてあとは飲食店とかね、はい、してはりまして、その隣の岡田直樹さんはですね、はい、全国に今9カ所、もう今10カ所目の、はい、ラジオ放送局建てるんですけど、で、インターネットラジオ放送局、夢の種放送局っていうところの経営者でもあるんです、代表でもあります。はい。なので2人ともね、他にもいろいろやりながら、このとしのぶさんちの粉の、はい、代表でもあるという形なんですけど、インターネットってホームページ見たら、なんかクラウドファンディングでこちら建てられたとかです。そうなんですよ。今この見えますか、この封筒の山。あ、この方々がいわゆるスポンサーというか。そうですね、こちらにも入らせていただいてるんですけど。すごいですね。数々の方にね、ここのね、粉屋さん、粉クラウドファンディングって言ってですよね、確か、はい、岡田直樹のフェイスブックの中だけで募らせていただいたところ、1棟売れたんです。 1ヶ月で、はい、1212キロ、はい、はい、大体スーパーさんでお好み焼きとか小麦粉、はい、ホットケーキミックスとか全部のトータルで3ヶ月分の出荷量を、はい、フェイスブックの中だけで売っちゃいました。でここのお店を建てさせていただいて、今ね、石津本町のですね、はい、物流センター、はい、はい、ちょっとここだけじゃ手いっぱいになってしまったので、出会いにももう1店舗を出させていただいてまして、はい、ね、はいはい、あ、自動販売機、そうなんですよ、です、24時間ね、はい、自動販売機でも購入可能ですね。そうですよね。はい。でね、今日買っていただいたこちらの1キロと、はい、こちらのソース1リットルは自動販売機では買えないので、はい、店頭までは買えない。ああ、なるほど。お姉さん、お姉さん、お姉さんがここに来ればいらしているんですか。はい、そうですね。はい、本社の店長しておりますので。あ、店長様、はい、ありがとうございます。いろいろこうお話ししていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそです。また皆さんお越しください。ありがとうございます。